それでは開催いたします。開催します。ありがとうございます。いってらっしゃい。頑張って。昼ご飯休憩を今から始める。うん。残りは頑張りましょう。一通り前日準備を終えてホテルにやってきました。いよいよ明日ですね。すごくドキドキしてます。今日も、今から軽くご飯を食べて、明日ね早いので。4時半入りとかなんで早めに寝て明日に備えたいと思います。はい、すごいすごい緊張してる。あ、そうか、さっき人数少なかったんか。皆さんおはようございます。おはようございます。ICK カップ第1回本当に無事に開催することができて、本当に皆さんの応援がなかったら開催できてなかったので本当に嬉しいです。来ていただいてありがとうございます。そしてありがとうございます。衣装ご安全に、ご安全に楽しんで本当に無事故、キーワード無事故で本当に楽しく皆さんで大会盛り上げていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。それでは開催いたします。口下手か。いや本当に私緊張してるから、今アンジェラーズアイドルのオーディション以上緊張してるから、やばい、本当にありがとうございます。皆さんご安全に。それでは出発。いってらっしゃい。ではボート部門を始めさせていただきます。皆さんおはようございます。本当にですね、あ、ちょっと待ってください、マイク。これで大丈夫ですよ。本当に皆さん今日は来ていただいてありがとうございます。皆さんの応援なしには開催できませんでしたので本当に嬉しいです。本当に無事故、事故だけには気をつけて皆さん楽しんで終了していただければと思います。飛んだそれぐらいですかね。あとはもう皆さん本当に楽しんでいい魚を釣っていただければと思いますので、気をつけて楽しんでください。はい、では引き波だけ皆さん気をつけて一気に出ると思うんですけど、引き波とかボートね、ぶつからないようにだけお願いします。はい、それでは開催しまーす。
ありがとうございます。いってらっしゃい、頑張って。今からバスボートに乗って大会に参加している皆さんのもとにいろいろ取材をしに行きたいと思います。行ってきます。釣れました？本当ですか？ミノーがいいらしいです。ミノーで釣れたってさっき言ってました。買います。保証はないけど頑張ってください。ありがとうございます。どうですか皆さん、釣れました？釣れてますか？え、釣れない？遠目でね、バキちゃんって分かった。遠目で分かった。うん。なんかインパラさんが42センチ釣ったらしいよ。2本。で、日野さん、え ?42? スノヤワラで釣ってたよ。スノヤワラ、ミヨギ、ミヨギか。ミヨギ。はい。頑張って。めっちゃ逆光、めっちゃ逆光。いいよいいよ。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お昼でございます。お昼はときちゃんさんとゆずクレープさん。あとはみんなの帰着を待って表彰式に備えるだけです。はい。じゃあお昼食べてください。おっす。はい。欲しい、早く。キムさん全然間に合わなくて。まあ全然、全然。ちょっと白まで待ってください。11月だ。ありがとうございます。うん。ガラスだからペイントマーカーに使った。マジで？うん。皆さん、お待たせいたしました。大変長くお待たせしてすみません。今から表彰式と、抽選会を始めたいと思います。本当に初めての大会ということで、自分自身ちょっといっぱいいっぱいのところもありまして、皆さんにその手数で迷惑をかけたところもあったと思うんですが、本当に皆さん温かく迎えていただいて本当に感謝しています。はい、私自身すごく楽しかったです。皆さん楽しかったですか？はい、では早速、入賞者の発表に移りたいと思います。で、ボート部門第1位いきたいと思います。もうご本人は分かってらっしゃるのではないでしょうか。ボート部門第1位は43.5センチ、佐藤修一さん、いらっしゃいますか？おめでとうございます。すごいですよ。43.5センチ。自分でいいですか？自分でいいんですか？はい、すみません。あ、はい、私が撮影いたします。はい、
はい、第1位ですね、はい、こちらの、オリジナルの盾を差し上げます。はい、おめでとうございます。世界に1個しかないですからね、ボード。ありがとうございます。そして、第1位の景品なんですが、はい、ソニーソンポさんから今回協賛いただいてまして、はい、ソニーソンポの新井忠夫さんから渡していただきたいと思います。ありがとうございます。おめでとうございます。ちなみにオープニーのこの中身はですね、私と同じ今かけてるサングラスになりますので、はい、ぜひかけていただければ、はい、はい、お願いします、はい、ちなみにどの辺で、宮城水道、あ、やっぱり宮城水道、はい、宮城水道で、はい、目の前、シャット、あ、シャット、ええ、街で行きまして、はい、ご飯から、ご飯から9時ぐらいにご飯が来て、あ、結構早かったですね。で、30分後にナマズ50センチがご飯です。あー、評価的には結構良かったそうなんです、おめでとうございます。続きまして、おかっぱり部門第1位の発表でございます。もうね、ダントツでした。はい、おかっぱり部門第1位は、51.5 センチを積みました。トッシーさん、いらっしゃいますか？トッシーさん、おめでとうございます。すごい。今日、ゴーマル1本しか出てないんですよ。すごいですよね。おめでとうございます。では、こちらの盾を差し上げたいと思います。はい、おめでとうございます。そしてソニーソンポの新尾さんからおめでとうございます。オークリーのサングラスを仕上げたいと思います。ありがとうございます。トッシーさん、ちなみにどこら辺で、神奈川水系、神奈川水系、新宿棚の近くあたりですか？あ、じゃあずっとこの辺にいらっしゃったんですか？いや、そこで2時間ぐらいやってて、はい、その後は全然、あ、全然ダメ、まあ、じゃあもう今日はそれ1本だけ、小さいのが何本か、あ、そうだったんですね。ラバージュグ、なんかこれらは何を言ってたんですか？はい、ブルースホークですね私も大好きなリグラーですけど、そうだった、今日ゴジラアップ1本しか出てないので、もうぶっちぎりの。そしてトッシーさん、今日ぶっちぎりの第1位だったんで、本日のビッグフィッシュ賞を同時に受賞という形になります。おめでとうございます。はい、はい、では、本日のビッグフィッシュ賞の景品なんですが、ジーニアスプロジェクトさんから、ロッドをいただいてまして、なんとここにドクター CK というロゴを特別に入れていただいております。こちらを、トッシーさんに、はい、おめでとうございます。じゃあ私も、はい、上に来ていただいてすいません、来てもろていいでしょうか。一番館さんとのタイニークラッシュ、はい、101番の方、いらっしゃいませ。101番の方、おめでとうございます。上までお願いします。はい、じゃあもう一人、2人、もう一人、313番、313番、いらっしゃる、おめでとうございます。上までお願いします。はい、ではおめでとうございます。3人で写真撮っていいですか？ありがとうございます。
はい、ということで大会の模様を最後まで見ていただいてありがとうございました。あのね、あの本当に楽しかったです。もう開催してよかったなと本当に心の底から思いました。今回イベントを主催するということが人生で初めてだったので、やっぱりどうしても一人では無理な部分が多くてですね、支えていただいた方々にまた改めてお礼を言いたいなと思います。本当にありがとうございました。そして来ていただいた皆さん、本当にありがとうございます。楽しかったでしょうか？あの当日あの楽しかったよとか頑張ってねとか、いつも見てるよ応援してるよっていうのを本当にね、いろんな人からお声掛けいただいて支えてもらってるなっていうのをね、実感した一日でもありました。はい、2回目3回目ももちろん、やりたいなと考えていますので、できたらね、新都根だけじゃなくて関西の方、九州の方とかに行って、開催できたらいいななんてのは考えてますので、実現がいつになるかわからないですけど、とりあえず第2回目もやりたいなって今は考えてます。春頃、来年の春頃できたらいいなとは考えてるんですけど、まあまだ決定ではないので、もし開催されれば、今回来れなかった人も、来てくれた人もまた参加して一緒に盛り上げてくれたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、本当に、今回の ICK カップ関わっていただいた皆様、本当にありがとうございました。はい、ということで、今日ね10月の23日じゃないですか。明日がね、誕生日なんですよ。はい。明日、一木の誕生日ですので、この後、21時ぐらいから生配信をやろうかなと思っておりますので、おめでとうコメント、たくさんお待ちしております。遊びに来てください。はい。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ほいじゃあのー。